次に清水正志君。日本共産党の清水正志です。第10次地方分権一括法案について質疑をさせていただきます。これまで9次の一括法案につきまして、我が党は社会保障分野の施設設置管理の基準や保育所および高齢者障害者施設等の人員配置基準など、国が責任を持つべき最低基準を地方からの要望提案として吸い上げ、規制緩和を繰り返す改正内容には反対してきました。また本来は各府省所管の個別法の改正で措置すべき内容を一括法に紛れ込ませて改正するやり方も批判してきたところであります。ただ今回の法案につきましては、ほとんどが事務手続きの簡素化や事務負担の軽減を内容とするものでありまして、国民の権利や安全に関する基準や規制を改悪するものではありませんので、賛成したいと思います。その上で、本法案には生活保護費返還金等に関わる収納事務について、コンビニ納付を可能とするなど3つの生活保護法の改正が含まれております。いずれもまあ必要な措置だと考えております。その上でですね、新型コロナウイルスの感染拡大が広がる下で営業や雇用に影響が生まれ、生活に困難をきたし、生活保護の申請件数も今増えていると思われますが、厚生労働省としてこの生活保護の申請件数についてどのように把握されているでしょうか。厚生労働省辺見大臣官房審議官。答え申し上げます。生活保護の動向につきましては、毎月公表しております被保護者調査により把握をしているところでございますが、直近の2月の結果におきましては、生活保護受給者数および生活保護受給者世帯数ともに前年同月と比べて減少し、引き続き減少傾向にあり、特段の変化は見られていないという状況にはあります。一方で、直近の大まかな情報を把握する必要がありますので、いくつかの自治体に生活保護の申請の状況を聞いてみております。そうしましたところ、申請が増えてきているという自治体もあるというふうに承知をしているところでございます。清水正志君。申請が増えている自治体があるということであります。で、厚生労働省は4月7日にですね、新型コロナウイルス感染拡大防止のための生活保護業務等における対応についてという事務連絡を地方自治体の生活保護担当課へ発出しました。またその後5月8日にもですね、緊急事態宣言の期間延長を踏まえた生活保護業務等における留意点についてというのを発出されておられます。これらの意図とですね、その内容について簡潔にお答えいただけますでしょうか。辺見大臣官房審議官。生活保護につきましては、必要な方に確実かつ速やかに保護を実施するということが重要でございます。このため、緊急事態宣言が発出されるという状況におきまして、4月7日には生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項につきまして、福祉事務所に対して事務連絡を発出したところでございます。また5月の事務連絡についてもお尋ねございました。5月8日の事務連絡につきましては、今申し上げました7月7日付の事務連絡の趣旨が徹底されていない事例があるとの指摘があったことを踏まえまして、申請権を侵害することなく適切に対応することを改めて依頼するとともに、各福祉事務所の主導監査の権限を持つ都道府県において適切な対応を把握した場合、不適切な対応を把握した場合には指導することを依頼したものでございます。委員長、清水正志君。はい、今お答えいただいたところでありまして、新型コロナ禍でですね、よもや自分がという方がですね、生活に行き詰まり、生活保護の申請をせざるを得ないという状況にあると。で、そういった場合にですね、保護の申請権が侵害されないこと、でまた侵害していると思われるような、疑われるような行為も慎むことということが、この4月7日の事務連絡に書かれております。で、重要なことは5月8日には再度ですね、そうしたことも現場では見受けられるので、再度対応を徹底し、
そうしたことがあれば指導するようにということで出したものだというふうに今お答えがございました。それでですね、NPO 法人のシングルマザーズフォーラム、ここの赤石理事長のお話によりますと、新型コロナウイルス感染拡大の下で相談が急激しているということなんですね。で、3月以降仕事に行けないという人が多く、収入が激減し、食べるものにも事欠くという状況だと。で、この団体が実はこうした方々にお米やお米券をお届けしたそうなんですね。大変喜ばれたと。で、そうした方から、このような返答があったというんでしょうね。雑炊でなくてお米が食べられていいねとか、あるいはこの間は川岸でですね、野草を取って食べていたと。本当かなと思うような深刻な実態が、お礼とともに寄せられたということですから、非常に深刻だと思うんです。で、今ご説明いただいた厚労省の通達、事務連絡ですが、ここまで急激に暮らしが悪化した一人親家庭、深刻だと思うんですね。で、一時的に今生活保護を申請したいという際にですね、従来と比べても速やかに対応していただくということの趣旨であるということをですね、厚生労働省の橋本岳副大臣にご答弁いただきたいと思います。橋本厚生労働副大臣、お答えをいたします。4月7日の通達、それから5月8日の通知、それぞれ出しておりまして、趣旨はもうご説明をいただいた、あるいは答弁をした通りでございます。で、やはり今回の新型コロナウイルスの感染症の影響によりまして、その経済に、あるいはその個々の方々の暮らしに大変な影響を与えて出ているということは、大変我々も重く受け止めているところでございまして、その中できちんとその法律を認められた保護の申請権を侵害をしない、あるいは侵害をしていると疑われるような行為も現に進むべきである。またその相談の中において、やはりその感染症の拡大という局面にありますから、いたずらにその長くいろんなことを聞くというよりも必要なことを聞く、伺いをしてきちんと決定をする、そうしたことに、取り組んでほしい、こういうことで、通達を出させていただきました。引き続き、そうした申請に対しまして、きちんと対応していくように取り組んでまいりたいと考えております。清水正君。はい、ありがとうございます。離婚した女性一人親家庭の場合ですね、申請の時には扶養届出書っていうのが、例えば元配偶者だとか、あるいは親族に発送されると、そのことでですね、居所が知られるのではないかとか、あるいは自分が保護を受けるということについて、スティグマを感じているとか、そうした方々がですね、この申請をためらうというケースもあると思うんですね。今の橋本岳副大臣からは、こういった状況のもとですから、できるだけ迅速に、そして聞き取りの内容も簡便にということでありましたのでね、そうしたことがあるということもぜひお知り置きいただいて、今言ったためらわなければならない要因等についてもですね、今後検討していただきたい、柔軟に対応していただきたいと思います。それでちょっと確認だけしておきたいんですけれども、例えば今雇用が失われるとか派遣切りとかいうこともございます。それでもともとその非保護者の親のもとに仕事を失った、あるいは首を切られた、そういうご子息が実家に戻ると、その際ですね、世帯として保護を申請するわけなんですが、その戻ってきた息子さんが自動車を保有しているということで、窓口でですね、自動車の処分を申請の条件にされたという事例を私伺っております。で、まとめて答えていただいたらいいんですけれども、今本当に飲食店の方々、あるいはカラオケですよね、3密を避けるためにもう観光通り、あるいは休業要請で売り上げがゼロ、こうした方々が、一時的に生活保護を申し込む場合ですよね。で、しかしいずれこう解除されて、また営業が再開できるという見通しになれば、営業を続けたいと、こういう方々の店舗とか、あるいはカラオケ機器とか、こうしたものについて、やはり処分の対象になるのかという問い合わせもですね、寄せられておりますので、
この事務連絡の内容に沿って、対応について説明いただければありがたいのですが、厚労省、いかがでしょうか。辺見大臣官房審議官。お答え申し上げます。被保護者の世帯の状況については様々でございますので、具体的なことについて一概に申し上げることは難しいところでございますけれども、事業用の家屋ですとか事業用品について処分価値が利用価値以上に比べて著しく大きいものでなければ保有を求めているところでございます。また自動車につきましては、地域の事情による通勤用として利用する場合などには保有を認めているところでございます。こうしたことにつきまして、4月7日に発出いたしました事務連絡においては、現下の状況において一時的な収入減少により保護が必要となる方について、今般の事態の収束後スムーズに就労再開できるように、通勤用自動車ですとか自営業に必要な資産の保有を柔軟に取り扱うよう改めて周知しているところでございます。委員長、清水正君、ぜひお願いしたいと思います。で、4月7日の事務連絡では、緊急事態措置区域における緊急事態措置期間の生活保護業務の取り扱いについて都道府県に要請しているわけです。報道によりますとですね、明日以降、大阪、兵庫、京都については宣言解除の調整に入ったというふうにも伺っております。仮に緊急事態宣言が解除されたとしても、引き続きコロナの影響を受けてしまう業種の方いらっしゃると思うんですね。で、やはり経済が回復するまで引き続きこの事務連絡のと同様の措置をですね、行うことを、これは自治体の判断でできるということでよろしいでしょうか。橋本厚生労働副大臣。お答えをいたします。感染状況に応じて緊急事態宣言が、解除をすでにされている地域もございます。ちょっと明日どうなるかということは、まだ明日になってみないと分かりませんが、こうした地域におきましても引き続き感染防止の取り組みが必要でございます。で、直ちにその宣言が解除されたからといって、その経済活動あるいは雇用などの状況が元に戻るという話でもないんだろうというふうに思っております。で、現下の状況におきまして、緊急事態宣言が終了した後も、状況に応じて弾力的な運用を行うことが必要と考えておりまして、これは4月7日の事務連絡につきまして、先ほどご指摘いただきましたけれども、その後になおということで、その他の区域および機関においても組織的な判断のもと同様に取り扱っていただいても差し支えありません、ということで、弾力的な運用について、解除されたからといって直ちにやめなさいということではなくて、きちんと組織的な判断のもとで続けるということも、差し支えないという示しております。やはり先ほどその答弁申し上げましたが、生活保護の申請が増えている、あるいはお話もありましたようなこともあったかと思いますが、その引き続ききちんと感染防止に留意しつつ、速やかな保護決定を行われ、必要な方にですね、保護決定を行われるように、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。委員長、清水正君。生活保護は本当に権利であり、最後のセーフティネットということであります。その役割をですね、十分に果たしていただきたいということもお願いしておきたいと思います。で、橋本学副大臣と厚労省への質問は以上でございますので、ご退席いただいても構いません。はい、どうぞご退席ください。次にですね、10万円の特別定額給付金について質問します。生活保護を受給している方からは、この給付金が収入認定されずに大変歓迎されております。自分たちがもらえるとは思わなかったということでね、大変喜ばれてですね、同時に申請する際の本人確認どうするのかと、で、この書類についての相談も多数寄せられているところでございます。生活保護を受けておられる方々が、この10万円の特別定額給付金を申請する際に何を提示すればいいのか教えていただけますか。森大臣官房審議官。お答え申し上げます。特別定額給付金の申請手続きにおきましては、なりすまし防止等の観点から、郵送申請の場合に、本人確認書類の写しを申請書に、添付をしていただいて郵送いただくということになります。で、その際の本人確認書類といたしまして、総務省が地方団体の方にお示しをしております特別定額給付金給付事業実施要領におきましては、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写しなどを例示をしているところでございます。
ただこういったものをお持ちでないようなケースということでございますので、まあ、その他にも、まあ、住民票の写しなどの交付の請求の際に求められる本人確認の方法の例によりまして、まあ、具体的には、まあ、生活保護受給者の方につきましては生活保護受給者証によるということも可能でございます。清水正君、もう一点確認したいんですけども、大阪府のある自治体ではですね、例えば住民票の写しを取り寄せる場合、生活保護を受給者証の場合はそれ以外にもう一点、自分を証明するものをということで見て求めている場合もあるんですが、今の答えで、言いますと、この生活保護受給者証1点あれば足りるという、そのことで本人確認として差し支えがないということでよろしいでしょうか。そういう趣旨だと思うんですが。森大臣官房審議官。本人確認につきまして、これ一応最終的にはこう市町村長が、まあ、本人だということで適当と認めるというところでございますので、まあ、1点ということでそこの部分が確認できるということでございましたら、それで大丈夫かと存じます。委員長。清水正君。はい、生活保護受給者の方の中にはこの申請書の書き方がわからないという方もおられます。で、自治体ではですね、生活保護受給者の方の口座番号についてはこれ把握されておられますんでね、例えば熊本市というところなんですが、ここはですね、職員の方がその生活保護受給者の方に申請の意思を確認し、保護費の振込口座にですね、もうそのまま入金するという方法を取っているんです。で、これについて斉藤総務大臣政務官に質問したいんですが、まあ、そのことをご存知かどうかということとですね、で、全国の自治体もですね、給付金の手続きに、まあ、非常に忙殺されているわけでありますから、現場の事務手続きを、まあ、省略し、まあ、仕事量を減らすということにもなると思うんですよね。こういう取り組みが広がることに差し支えはないのかということについてご答弁いただけるでしょうか。斉藤総務大臣政務官。お答え申し上げます。まず熊本市の取り組みを知っているかということですが、事務方から聞いております。で、この熊本市の取り組みにつきましては、まあ、事務処理の簡素化、おっしゃるとおりのご趣旨で、生活保護受給世帯に対しまして、生活保護世帯構成と住民基本台帳上の世帯構成が同一であって、かつ保護費の振込口座の名義人と給付金申請者が同一の場合には、ケースワーカーによる電話での申請の意思確認によりまして、申請が行われたものとする特例的な取り扱いをしようとされているものと承知をしております。で、この申請の意思確認に際しましては、日頃から定期的な連絡を行っております担当ケースワーカーが行うことによりまして、まあ、本人であることを確認の上、誤認等がないように努めているということでありますが、ケースワーカーへの特別定額給付金の申請手続きの委任が行われているわけでもございませんし、また電話の聞き取りのみではご本人のご意思が明確に記録として残らないという問題もございます。ですので、別途申請書に署名または記名を押印をいただくことによりまして、本人の意思を残していただくことが必要であると考えまして、その旨熊本市にお伝えをしたところであります。清水正君。はい、まあ、そうした取り組みが本人確認さえできれば、こうしたことが広がるということについては差し支えないということだというふうに思います。確かに本人確認というのは必要ですから、それをした上でですね、こうした簡便な手続きについては広げていただきたいと思いますし、先ほど本人確認の書類についてもですね、やはりその自治体間だけではなく当事者の方々に周知していくということについても要望しておきたいと思います。で、最後にですね、この問題で、いわゆるホームレスと呼ばれる、まあ、路上生活者の方々への特別給付金の周知に関して質問したいと思います。これは4月28日にですね、このホームレスの方への特別給付金の周知に関する協力依頼というものが総務省より発出をされております。まあ、趣旨と目的についてはこのホームレスの方々への給付金の周知と、でそれをまあ支援するためだというふうに説明を受けました。で、またこの特別給付金のですね、事業概要を見ると、今年の4月27日までに住民登録されている方というふうに規定されているわけですが、これも総務省に確認しますとですね、今、住民登録がない方でも、住民登録をしていただいたら、4月28日以降であっても、特別定額給付金の対象となるということについても確認をさせていただいたところでございます。その上でですね、
お伺いしたいというふうに思うんですよね。大阪のですね、野宿者の支援団体からは、住民票がなくても給付金を支給してほしいという要望が出されております。決まった住所を持たず、日雇い労働で働く人たちが、新型コロナの影響で仕事がなくなっています。こうした方々が例えばですね、支援センターであるとか、ボランティア団体の住所をですね、住所として登録した場合、定額給付金を支給するということを自治体が判断しても構わないということでしょうか。斉藤総務大臣政務官。お答えいたします。4月28日付の事務連絡におきまして、ホームレスの方でですね、基準日であります4月27日に住民登録がない方であっても現に居住している市区町村におきまして住民登録の手続きを行い住民票が作成されれば給付の対象となることにつきましてホームレス等の方々に対しましてしっかりと周知をすることをお願いをいたしました。この事務連絡の趣旨にのっとりまして対応してまいりたいと考えております。清水正君。住民登録するにも例えば自治体がですね住民登録させていただかないくれないという場合もあると思うんですよ、うん、この事務連絡を見ましたら市町村の判断ということになっているんですよね。で、実際路上生活されている方で収入があるときだけ土屋に泊まる方、簡易宿泊所に泊まる方、こういう方々をその簡易宿泊所を住所とすることができません。また自立支援センターに実際に住んでいるという要件がなければですね、これは市町村に対しても住民登録してもらえないんですよね。そういう点ではですね、住民票が取れない、住民登録ができないという路上生活者の方々をどうこの特別定額給付金からですねこぼれ落ちないように支えていくのか支援していくのかということが今喫緊の課題だというふうに思うんですね。で先ほど私質疑聞いてましてですね住民票がなくても地方選挙に出れるという答弁がありましてね、だったらその住民票がなくてもですね本人確認さえすればあるいはその二重支払いさえ防止するという手法さえあればこうした路上生活者の方々にもですねやはり国民一致団結しようと言っているそういう意味合いでの特別定額給付金ですからこれが給付できるという方法ですね、ぜひ検討していただきたいんですが、政務官いかがでしょうか。もう時間過ぎてますので、簡潔にお願いします。斉藤政務官。先ほどお話ししました事務連絡の趣旨はですね、市区町村が自立支援センターやホームレス支援団体とも連携をして、このホームレスの支援を行っていただきたいということであります。で、現に居住している市区町村と認めていただけるようにですね、必要な支援が行われるように、総務省としても取り組んでまいりたいと考えております。委員長、時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。はい。